2020年が見える街をお伝えする2日目、今年一番の注目と街と言われているのが東京の渋谷です。はい、一度は渋谷を離れた人や企業が続々と渋谷に戻ってきています。その訳を探りました。出発進行。年末年始、電車の運行を止めての突貫工事を経て3日から新しくなった東京メトロ渋谷駅。100年に一度と言われる渋谷の再開発は今年も続いていて、渋谷で働く人も増えています。お昼になると激しいランチ争奪戦が。こちらの行列店は卵を丁寧に泡立ててオーブンで焼き上げたスフレオムレツ。これが今渋谷の新名物とも言われる人気です。プルプルしててふわふわしてますおよそ20年前にも渋谷に企業が集中したことがありました。 IT ベンチャーが集まり、アメリカのシリコンバレーのような街を作ろうと、渋谷を英語に直訳したビットバレーにしようという構想があったのです。しかしそれもオフィスビル不足などで下火に。それが今、駅周辺に大型オフィスビルが次々と完成。そこに IT 企業が戻ってきているのです。注目は駅の真上にできた渋谷スクランブルスクエア。ここに入居したのが企業の営業マン向けのウェブ会議システムを展開する IT 企業ベルフェイス。あちらが有名な渋谷のスクランブル交差点ですね。こうなんか頭疲れててもこう見回して気持ちがやっぱこうスカッとするんですね。去年12月、社員およそ100人を引き連れてできたばかりの渋谷スクランブルスクエアに本社を移転しました。それを可能にしたのが、実はベルフェイスが入るのは複数の企業でフロアを利用するシェアオフィス。渋谷には今こうしたオフィスも増えています。スクランブルスクエアの中にもこう低いハードルで入居できる、集まってきている熱の恩恵を受けられるっていうのはですね、渋谷の特徴。さらに神戸から渋谷に本社を移転したのがうどんチェーンの丸亀製麺を展開するトリドール。まるでカフェのようなオフィスです。飲食店すごい多いので、気軽に気になったとこ行ったりとか、それをこうじゃあなんか仕事に生かせるかな。IT 企業でなくても渋谷に本社を構えるメリットを感じているようです。渋谷という街に、本社を構え、外食っぽくないこういうオフィスを構えていくことで、本当にいろんな価値観やいろんな才能を持った人材っていうのが集まりやすくなっています。一方、再び駅前のスクランブルスクエアにはこんな新しいタイプの交流施設も。ここに集まるのは IT 企業や個人のクリエイター、学生など、交流を通して生まれたアイデアをビジネスに展開することを狙った施設です。ここに来た人はこの黄色い札を立てるのが決まり。これ問い立てというふうに命名してですね、使ってるんですけども、プロジェクトのチームが何をやってるかっていうのが他の皆さんが分かるようにさせていただいてます。これによって交流を生みやすくする、話しかけやすくする。こちらのグループは父親と子どもの絆を深めるアイデアをビジネスに展開しようと商品化に向けて動いていました。デバイスなんですけど、帰りが遅くてなかなかこう、お父さんのために書いたお絵かきとか手紙を受け取れずじまいになっているみたいなことが
結構エピソードとしてあって、お絵かき好きの子供が描いた絵をこのポストに投函してあげると、でそれが実際この登録しておいた LINE に届くっていう仕組みです。そしてこちらは平均年齢77歳のチーム。東京大学と共同でバーチャルリアリティを使った高齢者向けのサービスを開発中です。80もじきさん昔の渋谷を結構よく知ってるので、なんかどんどん変わっていくのがすごく楽しみ。再開発とともに企業も人も引き寄せる渋谷、今年ますます注目を集めそうです。確かに我々の頃は例えばファッション渋カジとかコゲルとかやっぱり若者でしたもんね、はい、でもやっぱりビジネスマンが集まってくるといろんなソフトも変わってくるし、変わらなきゃいけない。多様な街って魅力的ですよ ね。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。これを機にぜひともテレ東ニュースのチャンネル登録をお願いします。こちらの画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックできるんですよ。よろしくお願いいたします。